ロシアがウクライナに軍事侵攻して今日で1ヶ月、福岡県内でも支援の輪が広がっています。北九州市の JR 小倉駅前では、北橋市長自ら募金を呼びかけました。ウクライナへの人道支援です。よろしくお願いいたします。すごいですね、やっぱり。はい、北九州全体で応援していきたいと思います。平和になってほしい。ただそれだけ。もう辛いよね、私たちもね。ウクライナの人々のために、支援の手を差し伸べるということは、我々日本人としてできることですので、しっかりやっていきたいと思います。北橋市長は小倉駅前で市民に呼びかけた後、別の募金会場、JR 黒崎駅前へ足早に向かいました。北九州市は日本赤十字社が行うウクライナへの人道支援に協力するため、区役所など9カ所に募金箱を設置しています。おととい22日の時点で218万円余りが集まっているということです。一方、福岡県議会もロシアの軍事侵攻に抗議し、平和を求める意思を表しました。服部知事ら出席者全員が県内在住のウクライナ人から送られた国旗を模したリボンを身につけ、本会議に出席しました。手作りで、ほら見たら分かるけど、ちょっと汚いけど、いや、手作り、心がこもった。みんながつけてるのを見て、なんか気持ちがちょっと温かくなって、応援してくれてるのを感じて。イリーナさんの家族や親戚は首都キエフなどから西側の都市に避難していますが、まだウクライナ国内にとどまっています。自分にそれをかぶってみて、どうしますかってちょっと応援してほしいですよ。気持ちだけでも。よろしくお願いします。福岡県はウクライナから避難民を受け入れるため、県営住宅を確保するなど準備を進めています。